あれとかも俺マジで寒かったもんな、なんだっけ。大丈夫か、お前はそんな装備なんだみたいな、あったじゃん。俺もお前も大丈夫だみたいな。薬ともできなかったもん、あれ。あっただろう、そういうの。エリシャ大、そう。大丈夫だ。俺とお前でいれば。でもあのマッドはめっちゃ見てたわ、マッド。俺とお前が一緒なら大丈夫だ。ああ、問題ないよな。みたいなあっただろう。主人公が知恵遅れのあのゲーム。日本語ちゃんと喋れてねえの。ジャイアンに似てるな。あれでジャイアンのマッド作ってくれ。大丈夫だ伸びたみたいなやつで。エルシャダイの BGM を使って、ジャイアンが歌ってみたみたいな。頼んだわ。頼んだ。よろしく。もう一回言って嫌です。最近だからエルシャダイハマってんだ。俺アメロジャクだからよ。みんながなんか、そうなんつうの、みこし担いでるときは俺絶対染まんねえ、つって。なんかさ、あれ、教えてよ。過去のさ、ニコニコ動画で流行った懐かしいみたいなの上げてって。バトルドームみたいなのも入ったんだろ。全然乗らなかったしな。過去は、ああいうの流行ったよな、つって。ドナルドとかな。ドナルドはセピアのモノマネがあるから俺は一番好きだな。なんだっけ、俺セピアがやってるドナルドのモノマネ、昔やってたんだけど忘れちゃった。なんだっけ、なんだっけな。あれ忘れちゃったよ。あいつがやってたモノマネ。なんだっけ、セピアがドナルドの、こっちの方がいいんだよなっていう。これかな、これかな、これかな、こっちの方がいいんだよなっていうのをセピアが昔モノマネしたんだよ。クッソ滑ってたやつ。ボロクソ叩かれて次の釈明動画上げてた。お前たちはそういうのが好きじゃないっつって。あれセピアが悪かった。唯一。三十何年生きてきた中で唯一の過ちな。ドスベリしてて、なんか荒れてた。あとあれな、遊戯王のさ。あ、でもあれは、俺なんなら遊戯王が一番使うでしょ。あの、なんだっけ、俺が描くやつ。俺はまだ死んでないぞカイバーってやつ。あれは、使っていこう。今後も。あれ一番かっこいいじゃん。遊戯王のなんか、ああいうなんかね、語彙というか、ブリーチみたいなところがあるじゃん。俺のターンがまだ終わってないから、お前はまだまだ出番は来ないぜ、つって。あるだろう。延長しとこ。めっちゃしてたわ。156分。どんだけ俺喋る気でいたんだ今日。俺はまだ死んでないぞ国はーみたいなあったよな。だ俺、知恵遅れが好きなんだよね、そういうの。結局さ、お笑い芸人のネタとかもさ、そういう系じゃん、みんな。なんか、そういう、ちょっとなんかおかしい人を演じるのが好きなんだよね。国場も好きだし。あれだわ。なんだっけ。最近ね、昨日ね、その、だから土曜日、この野郎絶対お前ニコニコ動画でもっと人気になってやるからなって気持ちになって日曜日放送したかったんだけど、あえて一日置いたの。我慢したの。グッつってこの感情を爆発させようと思って。で、ずーっとカイジを見てたんで。アニメカイジを見てたんで、これから一週間はカイジネタ対応していきます。カイジネタ対応していこうと思います。あいつが好きだわ。前田さん。石田さんも好きだけど、前田もいるだろ。4号組の。俺の記憶って間違ってたんだよな。俺の記憶いろいろ間違ってたわ。間違ってた。前田さんって4号組のさ、あの最後の、最後の、あのチンチロ編でさ、最後に、お前を待ってたんだって。前田組と次の人と言われる。三好と前田な。ぶっ殺してえわ。あのクソども。ああいうやつが一番好きじゃないわ。だからドラクエ7やってた時もさ、もっとちゃんと、あの時のカイジの心境を俺は、
行くぞ、集まれ4号組って言ってたんだよ。で、俺は、あの、当時の俺はさ、ドラクエ7のカジノの時のさ、俺はさ、集まれ三好って言ってたんだ。あれ違えんだよな。だからみんなちゃんと伝わんなかったんだろうな。集まれ4号組って。相当怪獣を今頭に、すり込んでるから。十分伝わったらいいや。十分伝わってくれたのなら。